カツにベニスズメは、滋賀県滋賀郡滋賀町出身の落語家。本名、大江和夫。所属事務所は、米朝事務所。幼少期は、当時の滋賀町を小野地区で育ち、真野川で魚を取ったりして遊んでいた。芥川龍之介の小説、芋が湯に、地元の高島が登場することや、史跡の存在を知るようになって、古西地区出身であることに誇りを持てるようになったと、いう。 滋賀県立高島高等学校を経て、落農学園大学に進む。大学時代は、落語研究会に所属した。二代目、桂志尺の落語を聞き、登場人物が絵で浮かんでくると簡単して、1995年夏より、弟子入りを志願し、志尺の全国の講演会を追い続けた。ベニスズメによると、最初の大阪府市場縄手市では会えず、 青森県弘前市で初めて楽屋で面会し、千葉県市川市での楽屋で死弱の落語の感想を提出するように指示されたという。大学中退後、1995年9月18日に入門を許され、死弱の最後の弟子となる。死弱が弟子を取るのは、かつら無弱以来14年ぶりで、それまで全ての弟子を住み込みのうち弟子としていた死弱も、 学校のような方で弟子を育てたいと、当初は通い弟子とした。しかし、間もなく、住み込みに変えている。とはいえ、三代目、桂南光の証言では、ベニスズメに対してはそれまでの、一言一句の細かい、指導ではなく、教えたのとは違う演じ方をしても、あの方が面白いからとそのままにしていたという。翌1996年4月の、安いコンピラ会館。 米朝落語研究会で初舞台。1997年から史尺がうつ病を再発させて休業し闘病生活に入ると献身的に支えた。史尺が還暦記念として計画していた通算20日間の講演企画史尺60番では弟子の出番は前座のベニスズメのみとする予定だった。2004年4月20日の郵政記念日に 大津中央郵便局の1日局長を務めた。2007年夏頃から体調を崩し実家で静養していた。2009年9月13日に初の独演会を ABC ホールで開催。小褒め、七戸狐ツイラチグルマなど、剣道二段、競馬好きでもある、喫煙者である、桂吉屋さが、 胃学療養明けの講座で、主治医がベニスズメによく似た風貌であったことを入院時のエピソードに絡めて、常に目が音おをおどしている。あいつはすごく慌て者なんですよと面白おかしく、ネタにしているのが CD 音源に残っている。ABC がプラス12014年7点8月号、滋賀県庁上田、2003年 P143 ピアニッシモ、210から211上田。 2003年、ピアニッシモ210から 211AB 小佐田。2013年、P78 小佐田。2013年、ピアニッシモ101から 102AB 等だ。2013年、ピアニッシも73から74第71回郵政記念日に、ちなむ1日郵便局長等の実施日本郵政公社近畿支社報道資料を落とし場、なし、基地長案その後書集。 小ホの枕、2001年のものである、ABC 古今東西落語家辞典、ありがとうございます。